2時3時ヘッドライン。すべての2時3時ライバーをゲストに呼んだり配信でコラボすることなんてなかなか難しいのですが、同じ2時3時ライバーのことは知りたいですよね。ということで、このコーナーでは2時3時ライバーが最近どんな配信をしたのか、どんな生活をしているのか、トピックスをニュース形式で送ってもらいます。では早速メールを紹介していきましょう。鈴原ルル、人間をやめる。何かと人間離れした鈴原ルルさんですが、マンヒーターというゲームにいて、はい、とうとう人間の姿を捨てサメへの訂正を果たしたようです。なお配信内での言動にて逃げられない、ごめんね、残さず食べるから、人間おいしいといった発言をしているところから、サメとの親和性はかなり高いと思われます。ね、私ね、うん、本当に失礼なんだけどね、ルルさんのこと人間じゃないと思ってたの、うん、人間のなんか、なんだ、魔界から来た人だと思ってたの。あーね、そう、わしみたいな感じだ。そうそうそう、あ、そう、美大生、美大、人間の美大生、ね、女子美大生。そうそうそう、なんか配信内で、ね、そう、うん、指摘されて、え、あれそうそう、デビちゃんのイメージがあるから、確かに仲良しだもんね、あの二人ね。そうそうそう、だからね、実はそうなんじゃねえかみたいな、うん、そう、サメになってしまったんですね。なるほどね、サメに。でも可愛いですね、ルルちゃんみたいなサメだったら。え、はい、ごめんねって、あの、私残さず食べるから確かに、そうそうそうだね、食べられちゃう、はい、食べられないようにします。はい、お願いします。今回は以上となります。こんな感じで2時3時メンバーの近況をニュース形式にして送ってください。以上、2時3時ヘッドラインのコーナーでした。